様が死神になれ。刀をよこせ、死神。死神ではない、朽木ルキア。俺は黒崎一護だ。見上げた夜空の星たちの光、古の思いに買い勝ちた声色褪せ。貴様には今後私に力が戻るまで死神としての仕事を手伝ってもらう。まだ覚悟なんて大層なもんは持ってねえけど、目の前で人が傷つくのを黙って見てられるほどクズでもねえ。それを兄貴が妹に向かって殺してやるだなんて死んでも言うんじゃねえ。私の心配など不要だ。エマはせぬと約束した。僕は死神を憎む。いいぜ、やってやろうじゃねえか、その勝負ってやつをよ。貴様の母親を殺したのはフォローではないのか。俺の惚れた女は自分のガキを守って死ねる女だったってことさ。俺をもうしばらく死神のままでいさせてくれ。もう時間は残されておらぬだろう。朽木ルキ、見つけた。俺は山ほどの人を守りてえんだ。俺の拳がでかいのは守るためだ。夏希ちゃんを傷つける人は私は許さない。人間への死神能力の譲渡は重罪だぜ。てめえから力を奪ったやつを殺す。私とていつも見物してばかりでは腕が錆び。私を追ってなど来てみろ。私は貴様を絶対に許さぬ。勝てるんすか。今の君が彼らと戦って10日間、私と命のやり合いできますか。ちゃんとつけてくださいね、死にますから。悲しいことだ、一体幾度声をかなせば私の声はお前に届く。フォローになりたくなくば死神になるしかない。恐怖を捨てろ、前を見ろ、叫べ、我が名は残虐。いろんなことがあったな、それを今さらなかったことなんかにさせねえ。俺は死神代行だ。第一級重火罪、これより25日の後に神王刑廷において極刑に処す。それがソウルソサイティの最終決定だ。見えるかルキア、そこの窓からお前を処刑する二つの道具、あれが双極だ。昨日ソウルソサイティに旅館が入ったのは知ってるな。そのうちの一人は身の丈ほどの大刀を持ったオレンジ色の髪の死神だそうだ。イチゴ。言えない痛み、悲しみで傷ついた君を消せない、ここも背負い合ってこう生きることを投げ出さないで。ここがソウルソサイティか。今回の単独行動、標的を取り逃がすという失態。僕をあまり甘く見ないことだ。11万体だ。侵入から数時間でそこまで被害が出るか。てめえの目的は何だ。最後の継承くらいゆっくり聞いたらええのに。まさかアイゼンを殺したのも。そんなにルキを助けてえか。助けてんじゃねえ、助けるんだ。じきこの戦いも終わるからさ。もう君らには興味はない。すまんねえ、幕引きだぜ。もう一度俺にチャンスをくれるのか。立て一号、せっかくここまで楽しくなってきたのに。ルキア、助けに来たぜ。私が消す、それで終わりだ。三日じゃ。三日でこやつをお主より強くする。アイゼン隊長の仇よ。はて、何のことやら。この処刑、このまま見過ごすわけにはいかねえ。黒崎君にとって朽木さんは大切な人だって。朽木さんは黒崎君の世界を変えた人だから。二度目だな、今度こそだ。助けに来たぜルキア。レナド。
言わぬぞ、バカ者。総局のタッカー、合わせたい人おんね。さようなら。ひも、無理。残念、見つかってしまったか。アイゼン10、なぜ貴様は何度もルキアを助けようとする。あんたはルキアの兄貴だろ。なんであんたはルキアを助けねえんだ。挽回テンサー残月。その仮面、貴様ホローか。てめえの力の全てを一つ残らず叩き潰してやる。もはや隊長と呼ぶべきではないのでしょうね。大逆の罪人アイゼン宗助。強化水月、有する能力は完全才能。死んでもあんたにルキアは渡さねえ。君たちの役目は終わりだ。これが宝玉、君はもう用済みだ。そんな、壊れないように離れてく君も。もはやお主らに逃げ場はないということが。メロスとまで手を組んだのか。さいなら、ラン君。ごめんな。これからは私が天に立つ。黒崎一、礼を言う。私はソウルソサエティに残ろうと思う。ありがとう、イチゴ。こっちのセリフだ。ありがとう、ルキア。ただいま、黒崎一郎。これなんや。ホロの仮面。俺はバイザード、お前の同類へ。俺と来い、一号。俺は死神だ。おめえらの仲間じゃねえ。連中も何らかの戦いの準備をしてるってことだ。俺たちと同様にな。そいつもゴミだ。三点結集。今の黒崎くんには負担をかけたくない。変われ。内なるフォローが恐ろしければ、それすら叩き潰すまで強くなればいい。他の誰が信じなくとも、ただ胸を張ってそう叫べ。私の中にいる貴様はこういう男だ。強えのはどっちだって聞いてんだよ。やっとついたみたいやな。俺らの仲間になる決心。あなたには今回戦線から外れてもらいます。アイゼン様はお前のその力をお望みだ。一人にのみ別れを告げることを許可する。やっぱりできないや。人生が5回くらいあったらいいのにな。それで5回とも同じ人を好きになる。さよなら。ようこそ我らの城ラスノーチェスへ。井上織姫は自らの足でアランカルの元へ向かったということじゃ。井上を見捨てろということですか。俺が一人で助けに行く。俺たちを信じろ。そのための仲間だ。再び生きてこの場所へ。私は貴様に守られるためにここへ来たわけではない。てめえがエスパードのトップだろ。そいつは残念だったな。最後まで立ってた方が生きて戻れる。今夜イツゴはあんたのために戦ってるんすよ。なんであんたがイツゴを怖がってるんすか。私が誰かか。我らの正体は一つ、ケイラの敵だ。こっからは命のやり取りだ。我々はカラクラ町を消し去り、ソウルソサイティを攻め落とす。待てよ、イチゴ。言ったろうが、ジジイから浦原キスケにいくつか指令が出されたってよ。一つ目の指令は、隊長閣をウェコムンドへ送ること。二つ目の指令は、カラクラ町で、後手13体全隊長閣を戦闘可能にすることだ。待てや、どうやら
間に合うたみたいやな。今はお主らを味方と考えてよいのかの。俺らはあんたらの味方ちゃう。俺らはアイゼンの敵。ほんでもってイチゴの味方や。100年前のあの夜に君たちはすでに死んでいるというのに。さあ始めようか。敵の敵は味方、共闘の理由なんかそれで十分やろ。勝たなきゃいけねえから戦ってんだ。お前が希望を託した男が命を閉ざす瞬間を。助けて黒崎くん。イチゴはまだ戻ってけへんのか。イチゴ。最後まで思い通りにならんやつだ。こんな勝ち方があるかよ。 K の務めはあの町を守ることだ。行け。 K はカラクラ町の死神代行だろ。飲まれるな、黒崎一護。俺は俺ら全員の戦いや。俺たちがてめえを守って戦ってやる。一体いつから強化水月を使っていないと錯覚していた。終わるなよ、コアッパ。見ているがいい、この戦いの行く末を。俺は俺の守りたいものを守る。私の守りたかったものはお前自身だ、一護。アイゼン隊長を殺せるには僕だけやのに。殺す、神死にの闇。限界が訪れたのだ、死神としての私に。ランギクが泣かんでも済むようにしたら強い目になった。今の君になら一瞬で終わらせてやる。思い上がるなよ、人間じゃ。これが最後の月が天章だ。奴は私よりもさらに上の次元に立っているというのか。無月、この技を使えばお前は死神の力の全てを失う。あの戦いから17ヶ月、俺は高3になった。見えない生活には憧れた。俺は憧れていたものになれたんだ。だってさ、あれから一回も顔見せないなんて寂しくに。寂しいわけねえだろ。ある人の身辺調査を頼みてんだ。エクスキューション。敵はおそらく何らかの力を手にした人間だ。お前には関係ない。俺の知らねえところで何が。先に俺たちの目的を話しておくぜ。お前に死神の力を取り戻させることだ。思い出せイチゴ、お前が死神の力に誇りを持った時のこと。お前は死神を超える力を手に入れる。守りたい奴らがいるんだ。立ち止まってるわけにはいかねえんだよ。月島はかつて仲間だった男だ。なんで私一瞬あの人を友達だと思っちゃったんだろう。さあそろそろ目覚める時間だよ。僕は誰かな。全力で戦え、イチゴ。舞い落ちる花びらひらひら。なんでこんなことになったんだよ。今まで月島さんにずっと助けてもらってきたことを忘れちゃったの。月島さんがいたからここまでやってこれたんだ。俺にばっか気を取られてんじゃねえよ、黒崎。君だけが誤った過去を歩んでいる。やっぱりお前もなのかよ。わからないのか、僕を切ったのはお前の後ろにいるやつだ。俺は月島に切られてお前の敵になったわけじゃない。月島に二度切らせて元に戻った。もらうぜお前のフルブリン。俺の力を返せ。親父たちまで。よく見ろ、その刀を握ってんのが誰なのか。ルキア。いくら貴様の過去を変えようと貴様の未来までは変えられはせぬ。その刀には俺たち全員が霊圧を込めてんだ。見せてやれイチゴ。絶望では貴様の足は止められぬということ。月下絶望。舞い落ちる花ひらひらひら。
受け取ったその力は、お前が今までの戦いでソウルソサエティを変え続けてきた結果だ。胸を張って受け取れ。もし俺たちが逆だったら、そうしたら俺たちはこれからも死神代行を続ける以上はな。それを聞くのは何度目だろうな。これが最後ってわけじゃねえんだから、何度言ったって構わねえだろ。またな。